ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回はウォッチ1等を考察します。すでに監禁されてるね。どういうわけかタイトル画面がなかったんです。じゃあセーブもロードもできないの？おそらくはそうですね。珍しいね。それじゃあ遊んでみようか。真っ暗な部屋で目が覚めた。全身と頭の痛みで混乱している。足首に冷たいものが巻きついていて、動くたびに音がする。私は鎖に繋がれているの？見た目はそうだけど、動き回るには十分なほどに拘束は緩かった。何も見えなかったけど空気は重く湿気があり、独特の匂いが強く感じられた。私はここで何をしているの？私が最後に覚えているのは、仕事から家に帰る途中の記憶だ。この場所の探索をする必要があるわ。この状況についての手がかりが見つかるかもしれない。クリックで調べられるようですね。目につくのはあの扉かな。ここはとても暗いけど、部屋の奥にドアのシルエットが見えると思う。ドアに近づくか近づかないだね。なぜこんな選択肢が？まあ、調べるためにクリックしたんだから近づくよね。脱出することが最優先事項よ。部屋の反対側に向かい始めると、道の塊に足が引っかかりバランスを崩した。体を支えるものは何もなく、私の頭蓋骨が砕ける音が聞こえた。何かが原因で、私は死んだ。終わり？即ゲームオーバーがあるタイプのゲームですね。選択肢に注意しないと。とりあえずは明かりをつけましょうか。監禁部屋にしてはおかしなものがあるね。あの写真とぬいぐるみは一体。これは、私の写真、なんてこと。どれぐらい前から撮ってたの？気持ち悪い。写真を剥ぎ取るかどうかだね。主人公をここに閉じ込めた人物の性格が気になります。剥ぎ取るを選びましょう。あなたは何をしてるんですか？僕の作品を、僕のアートを壊した。思った通り殺されたね。あれはアートでしたか。ちなみにぬいぐるみは主人公の実家にあったものだったよ。当たり前といえばそうなのですが、異常ですね。何かアクションを起こすとゲームオーバーになりそうだし、寝ようか。あれ、箱と食べ物があるよ。箱の中身を見てみましょう。すごく汚れてる服だね。なぜこんなに汚れているのでしょうか？すごく嫌な予感がする。とはいえご飯を食べて寝るしかないですね。大丈夫ですか？振り返ると、変な仮面をかぶった男が立っていた。彼は私に忍び寄ったみたいだけど、脅迫しようとしているようには見えない。はい？あ、いいんですいいんです。あなたが怖がっているのではないかと思いまして。僕が残していった贈り物を気に入っていただけたなら幸いです。どうぞくつろいでください。なんでこの状況でホッケーマスクを？嫌に腰が低いですね。選択肢はあなたは誰？か、あなたは変人なの、病気なの？だね。彼が頭に血が昇りやすい人物だということは分かっています。なので怒らせない方向で行きましょう。このような状況で少し失礼だとは思いますが、ようやく私たちは話すことができるのですね。あなたは疲れていて、ちょっと混乱しているでしょう。明日には気分が良くなることを願っています。そのままで定期次の日ですか。腰は低いけどこっちの話は聞かないね。マジ？これを着ろと？よく見るとこれも汚れてるね。つまり、使われたことがあるということですが。前に来てた人はもうこの世にいないだろうね。それでも来た方が良いでしょうね。良い一日を過ごせていたら幸いです。いつの間にかドアの前に人がいて、私は飛び上がった。今回、彼はマスクを着用していない。彼の顔は思ったほど威圧的じゃない。見た目も。幼い？昨日はとてもおしゃべりだったのに、今は黙ってる。一貫しませんね。私は凍りついた。犯人と対面するのは予想外で、選択肢を探すのに苦労した。まあ、気にしません。それにその格好、本当に似合ってますよ。ありがとうかクソ野郎ですね。だいぶ極端な選択肢だね。気が進まないのはわかります。でもすぐにこの状況があなたが思っているよりもずっと良いことに気づくでしょう。そういえば、何か欲しいものはありますか？毛布、暇つぶしの道具、石鹸、電話だね。電話は一発アウトでしょうね。石鹸でももらおうか。すぐに持ってきます、お嬢様。そう言って彼は部屋を出て行った。
今日起こったことを処理するために私を放っておいてほしい。要求には答えるようですね。必要最低限だろうけどね。いやあ、僕がいなくて寂しかったですか？肯定か否定ですね。怒らせないようにするしかないね。あなたの誇りが落ちていっているのがわかります。嘘はつかないでください。自分の本当の気持ちを受け入れるのは早ければ早いほど良いのです。つまり心の底から自分を好きになれと。やはり腰が低いのはただのポーズですね。下は侮辱だし、黙るを選ぼう。早すぎない？彼の頭の中で物事はどう処理されてるのでしょう。犯人の足音が聞こえてきたけど、自信なさげに聞こえる。彼は入る前に立ち止まっている。珍しい。やあ、調子はどうですか？彼はぎこちなく、そわそわしている。そうだ、僕からの贈り物はどうですか？あなたは受け取ってくれますか？彼はもちろんリングのことを言っている。受け取らないとアウトだろうね。実質、選択肢がありませんね。おお、受け取ってくれるのですか？あなたは正しい。正式にプロポーズをしないのは失礼ですね。この場で愛を誓います。さあ、僕の愛と信頼の証として足かせを外します。私は驚きを隠せなかった。ここまでしてくれるなんて。彺が部屋を出た後、私は笑みを隠せずに寝た。状況は私が望んでいたよりもうまくいってる。ドアベルが鳴る音でパニックになった。誰かが入ってきたら、チャンスかも。朝早くからすいません。パートナーと数日間連絡が取れなくて、探してるんです。私は興奮を抑えることができなかった。彼がここにいる。彼が来た。彼が私を見つけた。夢のようだった。でも、どうやって私を見つけてもらうの？でも彼がこのまま去ってしまったら？でも私が声を上げたせいで彼が怪我をしたら？助けを求めるか黙ってるかだね。実は収納から主人公の近所のピザ屋のチラシが見つかったため、主人公の近所なのではという話があったのですが、これさ、どうやっても助からないんじゃない？だって、主人公が助けを求めた場合の対策は絶対してるよね。そうですね、主人公の足かせを外したのも逃げられないのを分かっていて外したはずです。そして、彼は簡単に人を殺します。黙ってるを選ぼうか。結局、彼氏は去り、次の日にドアが開いているから脱出しようとしたら殺され、おとなしくしているうちに長い月日が経ちました。いやあ、僕たちは話し合う必要があります。もう一度彼が部屋に入ってきたから、私はまた行こうを装った。ほら、最近僕たちの関係がちょっとマンネリ気味ではありませんか？お分かりだと思いますが。話し続けているうちに不安が募り始めた。いろいろ考えて、私はもうあなたを愛していないことに気づきました。あなたのせいじゃないですよ。あなたはいつも完璧でした。でも正直、ちょっと退屈です。もっと何か、新しいものが必要です。私はあなたからそれを受け取れなかった。お腹に衝撃が走った。信じられない。すべてのシナリオの中で、これは私が唯一想像していなかったシナリオだ。彼は私と別れる。クソ野郎が私と。神経がおかしくなって、涙がこみ上げてきた。この馬鹿げた状況を笑いたい衝動と戦った。理解するのは大変だと思います。でも、僕が君をそばに置いておく余裕がないことも分かってくれると思います。もうあなたに苦労する価値はありません。そして、あなたをこのまま出て行かすわけにはいきません。私は自分の内なる闘争に巻き込まれすぎて、話を聞くことができなかった。私は必死に彼の目を探したけど、額に重厚の冷たい感触を感じた。結局、運命から逃れる方法はなかった。一日をやり直すことができても、何も変わらない。この後、いろいろと試しました。でも、主人公はことごとく死んでいったよ。6日目で助けを求めても、彼氏が殺されてマットレスの下の死体置き場に捨てられるだけでした。なんでこのゲームにセーブとロードがないのかわかったよ。多分何をしても主人公の運命が変わらないからだ。リスタート自体はその日の頭からできます。しかしそれは主人公の終わりという運命に手早く向かうためのシステムであって、決して主人公の運命を変えるシステムではないということですね。やばい奴に監禁されて逃げられるわけがないってことか。今回はここまでです。次回もリクエストをいただいたホラー系恋愛ゲームを考察します。次回は紳士との数夜を乗り越えるゲームらしいよ。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。